はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はですね、日本酒です。ワンカップ大関の、ジャンボ 300cc、300ml 入ってるやつですね。多分これまずいと思います。おそらく。前飲んだミニってやつ、100cc のこの3分の1の量のやつはまずかったんですよ。で、中くらいのやつは割と美味しかったんです。なので、多分ジャンボってことは、おそらく量的に安いんですよ。だから多分安いイコールまずいんちゃうかな。現在、朝の5時です。ちょっと寝れなくなった。なんかね、寝ようって思うとね、俺寝れないんで。意味がわかんない。原材料が米、かっこ国産と、米麹、かっこ国産米と醸造アルコール。アルコール度数が14度以上、15度未満。製造者が大関株式会社です。これさ、今思っただとさ、これ、剥がせんじゃね？剥げないわ。このムカつく、この白いのところ。これ裏にね、見るとね、たっぷり 300ml の飲み応え。これ裏見るとね、このワンカップ大関全般なんですけど、こういう風景みたいなのが書いてありますね。世界の大自然と、中国の、なんか山みたいなのが、書いてあります。それでは。多分まずいんだろうな、これ。で、つまみはこれです。蒙古タンメン中本の、ベビースターラー。完璧。こんな 300cc もまずかったら絶対飲めねえぞ、300も。確実に日本酒なんて、お前。ただでさえお前日本酒 300cc も飲めるかって話。まあ、だからこういう蓋がついてんだろうけど。絶対飲める自信ねえよ。ああ、ちょっと甘いな、やっぱな。ワンカップ大関。これね、あれなんですよ。ああ。ワンカップジャンボとワンカップ大関の金冠ってやつ、いわゆる乗船ですね。味は似てるっぽいですけど、ちょっと似てる。うん。なんか味わい分布図があるんですよ。でもそんなにあれだな。まずいかって言われると。いや。
ミニに比べると全然、そこまで甘くない。ちょっとやっぱ甘いけど。でも、あれや。これね、見たところによるとね、意外とね、大関の1リットルとか 1.8 リットルとかのやつかは意外と日本酒度が結構高くて辛口っぽいんですよね。意外と、ほら、日本酒度プラス7とかね。ほうほうほう。これちょっとあれですね。ワンちゃん。買ってみてもいいかも。大体このワンカップ大関ってプラマイゼロぐらいなんです。日本酒度が。ってことを考えると、プラス5って大体俺が飲んでる、好きな日本酒の辛口のやつなんで、大体プラス5ぐらい。で、辛丹波っていう、やつはプラス7ですからね。これは、意外と、から丹波、乗船。これ意外と、いいんじゃね？から丹波。なるほどね。1.8 リットルで値段が、うわ、1582円。で、見ると安いんだけど、送料がアマゾンだとかかるみたいですね。久々にゴロ8も飲みたいですね。菊水のね。ゴロ8。菊水酒造の濁り酒、ゴロ8。アルコール度数がなんと 21%。恐ろしい日本酒。すぐ酔う。ゴロ8うめえよ。でもゴロ8ってコンビニでもどこでも売ってる気がする。これ美味しいよね。これは美味しい。これもだって、ゴロ八冬限定だから、これ。ね。冬限定だから、ね。これはね、
菊水酒造の、会心の出来の一杯ですね、これは。コロハチ。だからこそ全国で売ってるんでしょうか。これは、うまいですよ。船口一番搾りと。あれですね。水をなす。水をなすちゃう。どっちもうまいパターン。ただ甘いんですよ。うん。甘酒っぽい。まあ、濁り酒って感じかな。あ、どぶろく。うん。どぶろくです、いわゆる。コロハチは美味しいよな。コロハチ。うわ、文字化けしてやがる。なんだこれ。あ。なんか、やべえサイトに行った。あれ？菊水酒造の文字化けしてんのこれ。なんだこれ。新潟に古くから伝わる越後民話に登場する名前から命名しました。ゴロハチはうまいよな。ただちょっと高いんで、まあまあまあ。でもアマゾンで2000円で買えるから、1.8、一升瓶で、2000円なら、まあ、うん。これは買おうかな。2000円でしょ？ 2000 円か。買おうかしら。美味しいよね。うまいな。買おうかしら。あ、定価が2026円なんだ。定価が2026円。いや、本当に？あ、そう、ワンカップのやつも売ってるんですよね。そうそうそう。ワンカップも売ってるんですよ。ゴロハチ。うん。ゴロハチ買おうかしら。アマゾンで2000円ぐらいだ。2031円。安いな。コンビニでも売ってるけど、ワンカップで200円、300円するもんね。うん、ワンカップがだいたい 150cc ぐらい。150cc ぐらいのワンカップだよね、あれね。確かね。確かそんぐらい。
あ、180cc だ。180cc で希望商売価格、定価が、税別で278円だから300円でするわ。それやったらお前、1.8 リットルで2000円だったら安いですね。うん。58はやっぱり冷やして飲むのが一番うまいですね。間違いない。これ、ポチっとこう。これ、ゴロハチポチっとこう。ワンカップ大関意外と美味しいです。ジャンボは。ああ、そこまで、甘さないんで、割と飲みやすい。うん。うん。そんなに甘くない。うん。多分、買いかって言われると、まあ、微妙っては微妙。やっぱり180cc のやつの方がうまいっすね。乗船のやつの方がうまい。まあ、まあ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 ぐらいです。2333です。ご視聴ありがとうございました。